費でね悩んでてお通じ出ないっていう方はですね、今回の方ぜひ試してみてください。小川慎弘です。はい、今回の動画は便秘解消、朝か晩にこれやるだけ、翌朝にドバドバ出す方法をあなたにお伝えしていきます。僕はね、人生の中で1回だけ便秘になったことがあって、21人ぐらいだったんですね。何が原因か分かんないんですけども、この中からうち出なかったんですね。でもやっぱりだんだんとね、こう下腹部が張ってきて、なんかお腹もね痛かったりとかして、なんか体がねしんどかって、それ以上食べにくかったりとかね、結構苦しい思いしたこともあるんですけども、今ではもうね、おかげさまでもう1日3食食べたらもう3食後には必ず出るってぐらいお通じいいんですけども、まあ、この方法はですね、実際うちに来られてるお客様で悩まれてる方とかに実際お伝えして、結構ね好評な方法なので、便秘でね悩んでてお通じ出ないっていう方はですね、まあ、それだけでもお肌の調子落ちたりとか、お腹張って食欲出なかったりっていうのもあると思うので、まあ、そういった方は今回の方ぜひ試してみてください。では早速やっていきましょう。はい、今回のね方法はね、ミッション2つですね。便秘になる原因っていうのはまあいろいろありますね。水分不足とかカリウム不足とか、まあ、食物繊維足りてないとか、まあ、偏った食事とかもあるしですね、あとはまあなんか自律神経乱れて神経伝達悪くなるとかって、そういったのもあるんですけども、まず寝た方法でやっていくんですけども、こういったね少し大きめなバスタオル用意してください。それをくるくるっとね丸めて、まあ、ちょっと長めですね。大きさとか硬さはまあ自分の好みに合わせてもらったらいいんですけども、これをベッドにね縦に引いて、背骨に当たるように真ん中に置いて、その上に寝転びます。あんまり丸すぎると左右にこう落ちちゃうと思うんで、まあ、できるだけ真ん中にまず寝ます。でまずミッション1ですね、背骨をこう緩めて自律神経バランスを良くしていきます。もう単純に、ね、仰向けに寝た状態、手のひらも上向けてダラーッと脱力した状態で、ロールタオルの上でちょっと左右にこう揺らします。まあ背中が痒い時に柱に背中をこう擦りつけるみたいなイメージで、寝た状態で動かす感じですね。脱力した状態で、まあ、普通に呼吸をしながらもうリラックスして、これをですね今から60秒やっていきます。力抜いてもう目を閉じてね、ゆっくり呼吸しながらゆらゆらとこのロールターンの上で動かしていきます。もう程よくね背中の背骨をね刺激する感じでもう十分結構なので、楽にこう左右にゆらゆらしてください。だんだん気持ちよくなってね、このまま寝ちゃいそうな感じになりますけど、まあ、それぐらいでね、まあ、緊張取れてる証拠です。はい、これで1分ですね。この状態のまま今度ミッション2つ目いくんですけども、今度は直接ですねお腹周りを軽く刺激しながら腸の動きを良くしていくんですけども、大腸っていうのがちょうど右側の下腹部から上行結腸、そして横に横行結腸、そして左側を下がるように下行結腸、そして肛門に続く S 状結腸っていう4つのエリアがあります。でこれを今から刺激していくんですけども、上半身下半身結んでる骨盤と股関節つないでる腸腰筋っていう筋肉がありますから、これも同時に緩めながらいきます。でどうするかって言ったら、寝た状態で両足を親指をですねベッドの方に内側に倒すようにこう足をですねワイパー運動していきます。でこれをゆっくりしながら、まずは上行結腸ですね、両手で左の下腹部ちょっと骨盤の内側の方ですね、そこを軽く押して刺激します。でゴリゴリマッサージするので軽く押し込むだけですね、そんなに強く押さなくて OK です。これで右側の上行結腸のあたりを軽く押さえて、そして足をですねワイパウンド、これ各20秒ずつやっていきます。はい、じゃあまずはですね右側の上行結腸、両手で軽く押さえていきます。で用意スタート。そんなにゴリゴリね腸マッサージとかしなくても軽く高圧するだけで、あとはもう腸腰筋をこうやってね両足で動かしてますから、勝手に腸のね動き良くなってくれます。
はい、そしたら今度横行結腸ですね。今度ウエストライン、おへその下ぐらいでこう右左とこう両方軽く押します。これもそんな強く押さなくて OK です。じゃあまた20秒で用意スタート。軽く押さえてて、このこう足を動かすことでお腹の中でね、こうなんか筋肉、内臓が動いてるというか、中で動いてる感じが指先に感じ取れれば全然 OK です。はい、これで20秒ですね。さあ、そして今度左側の下行結腸ですね。左側をまた縦にこう手を置きます。で、同じく軽く沈めてまた20秒いきます。用意スタート。はい、じゃあ最後は S 状結腸ですね。今度は下行結腸よりもさらに細頸部あたりですね。そこも軽く押さえてラスト20秒ですね。いきます。用意スタート。はい、OK ですね。これで終了です。反応がいい方は、今のだけでなんかお腹ぐるぐる動いて、ちょっとこう催す方もね、いらっしゃるぐらい、結構効く人には効きます。これを続けることで、便秘をね、解消することができますので、ぜひお試しください。はい、ではね、今回の動画、おさらいしていきますね。今回はもう、便秘解消で、朝晩、どちらかね、これやるだけで、ドバドバとこう、翌朝にね、出す方法なんですけども、で、まずミッション1はですね、バスタオルをロール状に丸めて背骨のところにまっすぐ当てて、そのように寝転んでいきます。そしてもう完全脱力ですね。手のひら上向けてもう脱力で、この上でゆらゆらとこう体を揺らして、まあ、背骨全体をタオルで刺激していきます。前側も伸びてくるし、背骨自体も刺激されて、これで背中のね、凝り固まった緊張を緩めて、そして結果的に自律神経バランスも良くしていきます。はい、でこれ終わりましたら、続いてミッション2つ目ですね。今度は直接大腸の動きを良くするために腸を軽く緩めていきます。で、やり方はですね、上半身下半身結んでるこの骨盤の中を通ってるね、腸腰筋という筋肉を動かしながら、右側から時計回りに刺激しながら緩めていきます。で、まずは右側の上行結腸ですね、骨盤の内側に軽く上下に重ねて手を沈めます。で、このまま足の方を動かして、腸腰筋を骨盤の中で動かして腸の動きを良くしていきます。指先でお腹の中でね、筋肉動いてる感じが少しでも感じ取れたら全然これで OK です。はい、で続いては横行結腸ですね。今度左右両方に指を置きます。で、そしてまた動かします。はい、そして今度は下行結腸、左側ですね。また上下縦に手を並べておきます。そしてまた沈めて足のワイパウンド。はい、でラストはですね、左の鼠径部のあたりを押さえて S 状結腸ですね。これでまた最後ラストワイパウンドですね。はい、これで終了になります。さあ、受け取ります。まあこれでね、1回でドバドバ出た方は大成功。まだまだなかなかね、動いてくれない、出にくいって方はね、しばらくちょっと続けて、背中をね、刺激して自律神経バランスを良くすることは、まあ、便秘だけに限らず、体の不調なんかにも効果的ですので、ぜひ併用してね、試してください。今回の方法を見ていいなと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。また概要欄の方からですね、公式 LINE の登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小林でした。